川広重京都名所の内淀川枚方塾は現在の大阪府枚方市に置かれた東海道56番目または大阪街道の宿場淀川水運の港としても栄え王子を忍ばせる一部の建物が現存している文禄5年に発せられた豊臣秀吉の命により 淀川左岸の堤防として築かれた文読堤が大阪京橋から京都伏見へ向かう軽街道として用いられるようになった。宿人場継合いで困窮いたし、人場役の者多分に宿型退散し、継合に差し支え、この段、寺沢東衛門へ申し出、追って退散の者基準いたす頃という記録により、この頃にはすでに宿場としての起源があった。慶長六年、 徳川家康がこの境街道を東海道の遠心部とし、伏見、淀森口の宿場とともに、東海道平方塾として定めた。東海道は品川塾より森口塾や東海道と申すは厚田より上方は伊勢路、大見路を通り伏見、淀巻方、森口まで外はこれなきという記録により、この頃には平方塾が 東海道の一部であったことが伺える。ほぼ、京都と大阪の中間に位置する交通の要衝であり、陸の街道だけでなく、街道とほぼ並行して流れる淀川を利用した、水上交通の中継港としても反映した、川地名所図に描かれる笠詐橋。奥に見えるのが、平方塾を行く、大名行列。参勤交代の際には、審判や不代など、徳川家に、 縁故の大名が平方塾で休泊した。中でも、ご三谷の一つ、紀州徳川家の大名行列は、その格式と意向を感じさせる大行列であったため、多くの農民が見物に訪れるほどだったという。資料によれば、その行列規模は、ご三谷、筆頭割徳川や、戸山大名筆頭家が前田家をもしのぐものだったと、される。天保十二年、紀州徳川 徳川成行の参勤交代では、武士1639人、人足2337人、馬103頭を要し、準備のために七里飛脚や家臣が藩主が到着する、数ヶ月前から来宿したという。また、英国外交官、アーネスト佐藤は、著書で、明治維新前後の事故の体験談を述べており、その中には、1867年に大阪出張した人に、 平方村で食事をしたとの一説が含まれている。その際の食事代があまりに安かったので、通った結果、公務の旅行者は通常料金の4分の1とする旅館規則があることを知ったという。その後、明治時代になり、蒸気船の登場、鉄道の開通東海道本線、明治43年京阪電車が相次ぎ、淀川水運が衰退したことにより急速に、 衰退した。岡新町、岡、三谷、泥町の四家村が、平方塾とされた。平方塾からは、京都へ6里、江戸へ128里、大阪へ5里の位置にある。東三つ家から西三つ家まで、東西13町1軒、道幅2軒半。北側の淀川と南側の平方丘陵の西端に、当たる万年寺山に挟まれた地域に東西に、 細長く続いていた。河内名所杖、平方駅、三津村が、宿の中心にあたり、宿場には、本陣河老専用本陣一軒、脇本陣二軒、問屋は二箇所、旗子は、大十七軒中十八軒小二十軒の合計五十五軒、船宿、茶屋、寺院、民家が軒を連ね、交差場三箇所、合蔵四箇所、船番所二箇所、奇襲港ななり飛脚小屋、 町美客などがあった。富山では、人足100人、馬100頭が常備され、民家は378件あったという。鍵山への路地。街道が周囲より高い場所にあることがわかる。文禄亭の上に作られた宿場だったため、江戸時代初期は、地盤の断面が半円形を成していたことが、発掘調査により判明している。現在もところどころで街道筋が周囲より、 若干高い場所にあることが見て取れる。四河村とは、岡新町、岡、三津や泥町を指し、現在では、岡新町は、新町1.2丁目となっている。また岡は、ビオルネのある岡本町、百貨店や銀行が並ぶ岡東町、境界が立つ江南町、棒槌公園のある岡山出町の4つに変わっている。泥町は、旧、平方市市によると、 淀川沿いの低湿地の泥田が町になったことに由来し、三谷は大阪府前、シリングによると家屋が三軒しかなかったため、三谷とされたことから由来する。京阪電車が明治43年に開通し、交通体系が変化したことにより、前世紀の賑わいを失った。また、泥町の名は、 泥が持つマイナスイメージや飛び地が多かったので、行政上不便ということから三津屋町と名前を変えられたが、地元住民の中では、古くからの愛着で泥町と呼ぶ人も少なくはない。宿場の中心となる宮は、上野町、中野町、地下町、筒見町に分かれ、このうちの一つである筒見町の町名は現町名にも採用されている。明治18年に、淀川大洪水が発生。 修復された堤防上に明治41年、それまで宿場に散在していた貸し座式業者を移転させて桜新地が誕生した。現在は桜町と解消されている。京都伏見と大阪八県家を結ぶ淀川水運は天下の台所と呼ばれた大阪と大都会である京都を結ぶ物流に重要な地位を占めた。三十国船、二十国船など千隻以上の 大小様々な船が行き交っていた。旅客専用であった三十国船は夜と昼の一日に便、所要時間は下りが半日、上りは一日だったという。流れの速い場所を上るときには川の両岸から交互に綱で引っ張り上げていた。行き交う船を監視するための番所が平方塾に設けられていた。餅倉んか酒倉んかなどといい酒や食べ物を売る。 倉湾か船が名物となり、その様子は、歌川広重、京都名所の内淀川や実編者19、東海道中膝栗毛にも描かれている。しかしその一方で、淀川に面した平方塾を利用する者は主に経営、上る者に限られた。上りの船は、下りのワインの料金がかかる上に、所要時間も、徒歩と変わりがなかったためである。天保4年の記録によれば、 上りと下りの日は十、一と極端に上りに偏っていた。旅客だけでなく、貨物においても、下りの貨物は、ほとんどが船便を利用するため、下りは、慢性的に空にだったという。上り寄りの片方だけしか利用されない片宿であった、ことが、平方塾の経済を圧迫する要因となっていた。対岸の摂津国とは、私船で結ばれた。 クラウンか船ではクラワンか茶碗と呼ばれる器が用いられた。現在も川底から見つかることがある。使い捨てだったためという説と茶碗の数で代金を計算したため、食べ終わった茶碗を隠れて捨てるものが多かったという説がある。しかし常設の店と違い、代金を後から支払うのか疑問でごまかすために捨てたという説には無理があると思われる。 クラワンか茶ワンは分厚い白い時期に素朴な柄がらが描かれたものが多く、長崎県のハサミ焼き、愛媛県の戸部焼き、高槻市の小袖焼きで大量に作られた。本陣は明治3年に取り壊され、その跡地に北川地軍役所が置かれ、現在は公園になっている。アーネスト佐藤、一外交官の見た、明治維新、坂田誠一役、岩波文庫、 1960年264から265ページありがとうございます。